ゲソ丼は、北海道を旭川市周辺で広く食べられている、ゲソの揚げ物を乗せた丼ものである。旭川市周辺の立ち食い蕎麦屋のメニューとして必ずとしていいほど用意されており、スーパーマーケットでも売られていることが多い。ツーリングマップルなど観光ガイドやテレビ、地図等でも紹介されており、観光客に根強い人気がある。作り方は、イカのゲソに片栗粉をまぶして、油で揚げて、 丼のご飯の上に乗せる。普通に揚げるのではなくて、フライパンで揚げ焼きする工夫をし、より柔らかく仕上げる店もある。上から醤油をベースにした甘辛いタレをかける。ご飯には刻んだ焼き海苔を散らす店もある。材料のイカは、北海道近海で豊富に水揚げされるヤリイカ、スルメイカ等を使用する。岩見沢市の小諸そば。 小諸蕎麦のゲソ丼1998年頃、旭川市神楽の立ち食い蕎麦屋が新メニューとして考案したとされているが、それ以前から市内五条の立ち食い蕎麦屋、天イサムでは野菜天丼と共に定番メニューとして存在していた。また、旭川市から約100キロメートル離れた岩見沢市にもゲソ丼を扱う蕎麦屋、小諸蕎麦がかつて存在し、こちらは天イサムより、 約15年も早い1966年の創業だった。だが、岩見沢市の場合、旭川市と異なり市内一円で広く食べられている料理ではなく、あくまでも一個店の名物に泊まっていた。しかしながら、この小諸そばももともとは野菜天丼と共に提供されていたことなど、天サムなどの旭川市の店と多くの共通点が見られた。 いずれにしても、発症に関する正確な調査資料は存在しないらしく、岩見沢生まれ、旭日川育ちなのか、生まれも育ちも旭日川なのか定かではない。ありがとうございます。